つもなら一緒に長門さんも起こすところですが、今日は日曜だし、もう少し寝かせてあげますか。眩しい。寝れ、うん、まったく、顔でも洗おう。あれ、一人じゃ無理じゃね。いい霧入ったからな、きっと起きないよな。しょうがない、あれをやるか。肘、壁蹴り。あやお腹すいた。どうしたの？顔、水。わかった。ごまか！提示された情報から、最もあなたが突っ込みやすいものを選んでみた。突っ込ますな！うんかー！この恨み、剥がされてかー！ユキー、こっちこっち！どうしたんだ？遅刻なんて。少し気絶してた。え、大丈夫なのか？もしかして敵？大丈夫、心配はいらない。一応敵でもない、問題ない。私は正常。本当に大丈夫か？いっさ、いっさ。あれ、長門さんキョン君のところに行ったんだよね。私、こんなことしてていいのか？流星派として！こんなことしてられません。すげえ、あんな高いところにも届く。私、傘があれば何でもできるかも。ふっふっふ、エレベーターなんて今の私にはあってなきがごとし。待ってなさい、キョン君、死んでもらうわ。子供が一人で外に出るのは危ないよね。